かもあってとても楽しくて、あのいい回だと思いました。ありがとうございます。ゲームはまず筋肉クイズみたいなものをした後にアブローラーで距離を測るゲームをしました。あ、盛り上がりました。かなり盛り上がったと思います。 ありがとうございます。いろんな人が参加されてすごく楽しかったです。バンコクの人と出会うことがないのですごい楽しかったです。真面目か一人で来たのでどうなん空気感もわからないしどうかなと思ったんですけど、皆さんフレンドリーで、タイにいる日本人の方ってやっぱいろんな経緯で来られてるから、え、そんなことしてんですかみたいな、なんかすごい面白い話がたくさん聞けて、つながりも今日たくさんできたので、いや参加してよかったなって思います。参加しました。辛すぎですでも楽しかったです。ありがとうございます。サイさん、ありがとうございます。もし本当にできれば参加していきたいなと思いました。なんか僕マイクに見えてきたんですけどじゃあまたイベントやったら来てくれるかな。いいと思う。ありがとうございます。ここか初めての方が結構今回来てくださって、まあ、それが本当にありがたかったですね。いつもやってる回だと知ってる人プラスちょっとなんですけど、まあ、今回シラチャーから来てくださったりとか、掲示板見てくださったり、いろんな人をつなげることができたかなと思います。コラボをさせてもらってサイさん の知り合いの方とかパーソナルトレーニング受けてる方とこちらも見てくださる方がやっぱりこう交流できる場になったので、これからもどんどんいろんな人たちと一緒にやっていきたいなと思います。僕一人だったら全然何もできなかったかなって思うんですけど、アジラボさんのコラボしたり、今回の MVP なんといってもですね、この MC を担当していただいた柴田さんかなと思ってまして、本当にこう盛り上げ上手でうまく、ね、こう回ったかなと思ってるんで、ちょっと一言感想とか。実はアジラボさんの企画参加させていただくのは本当に初めてでして、サイさんとは普段、まあ、トレーニングをやらせてもらってるんですけど、このアジラボさんのプラットフォームがあって、サイさん のウェルゴ の、まあ、トレーニング、まあ、健康に興味を持った人たちっていうのが、まあ、掛け合わさって、なんかこういう新しい場になったっていうのはすごく面白いなって思います。初参加の身でありながら MC をさせていただいて、すごく私自身楽しめました。ありがとうございました。完璧じゃないですか。完璧です ね完璧です。いや、もう、ね、いらないんで、もう一番最後ここだけで普段は出張でパーソナルトレーニングをしてまして、お住まいのコンドミニアムに訪問してのレッスンをしてます。こんなに来ると思ってなかったんですよね。今回第1部が何人来るとかが分かんなかったんで、もしゼロだったらどうしようと思ってたんですけど、ちょっと半分ぐらいの方たちが来てくださったんで、僕もすごく楽しくレッスンできました。いや、今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。